高いボール球やけどね、はい、あいや、ボール球やけど高いところのボール球のポイントでしっかり捕まえてますよ、前の方ではね、はい、バッター抜けるところで、まあでもよく伸びたね、伸びました。いい当たり、マート、先頭バッターホームラン、今日も内海から打ちました。このカードジャイアンツ戦3連勝に向けて、阪神5連勝に向けて大きな一発、マートンの先頭バッターホームラン。堀内さん、その進化が問われるというお話を伺ったばかりでしたけれどもね。いやー、打たれた宇都宮がびっくりしてるじゃないですか。と言いますと、そんなに悪いコースじゃないんですよね。あ、そうですか。打席の中で大きな動きがない、これが小早川さんの評価です。ライトへの打球はポール際ですが入りました。またまたホームラン、差が2点と広がります。マートン第3号ソロホームラン、9対7。何度も申し上げますが、すべてホームラン、9点。今日5本目のチームとしてのホームラン。いやー、とうとう出たという感じのマートンのホームランですが、まあ、少しこすったようなですね、はい、ライトの方への打球だったんですけど、よく飛びますよ。選手というとやっぱりマートンが一番いいと思いますね、はい、ライトのポール際、先頭打者ホームランか、入った。2011年阪神タイガース初安打、初得点、初打点、マートンのバットから先頭打者アーチ、1対1の同点。風向きは井上さんどうでしたか今は。いや、まあ、その前に変化球に、ね、タイミングが合ってなかったんですけどね、はい、まあ、少々甘いとはいえね、ホームラン打った人がすごいですね。いや、開幕戦の先頭打者アーチ、阪神では1955年の金田さん以来という、まあもうこれ半世紀を超える歴史に並んだということになります。放ったヒット今シーズン199本です。さあ4人目、史上4人目の200本安打まであと1本ということになりました。マートン、この回に出るか、これはどうだ、レフト見送った、なんとマートン200本安打、200本目のホームランです。貴重な貴重な1点、200本安打、自らホームランで飾りました。17号のソロホームラン、6回の裏に点を入れられましたが、この7回マートン200本安打目がソロホームラン、貴重な貴重な1点を入れました。4対1、初球から思い切っていきました、がっつり打たれました、マウンド上の吉見。さあ田尾さん、今のこのバッティングですが完璧でしたね。完璧でしたね。インサイドよりもね、ちょっとシュートかかった球ですけど、強いですよね。はい、でやっぱこの1本はもうゲームを決めるような1本だと思いますよ。ですよね。8回の表に入っています。4対1、中日阪神の最終戦になります。これはセンター、センターにどうだ、フェンスギリギリだが入りましたか、入りました、2打席連続ホームラン。
審判の方は回しましたね。入りました。ホームランですね。ホームランです。2打席連続ホームランになりました。201本目もホームラン。さあここで落合監督が出てきましたが、センターへ青木が追っていきますが、スタンドに入りました。マートン今シーズン第10号ホームラン。今日初ヒットはホームラン。うわーすごいすごい、ビッグイニングになりました。6対2。まっすぐを捉えましたマートン。青木は前進守備だったんですがもう関係ありません。右中間のバックスクリーンの右に飛び込んでいきました。一球たりとも一つの動作たりとも見逃すことができません。この阪神巨人伝統の一戦、杉内次が100球目。といえば甘いんですが、はい、それをホームランしてしまうね、やはりマートンの好調さですか。そうですよね、外国人ばっかりやもんね。高々上がった、高々上がった、レフト見上げた、入ったゴメス15号ソロホームラン。これがアーティストの弾道です。逆風関係なし、藤浪晋太郎にさらに1点のプレゼント。ゆっくりゆっくりダイヤモンド一周。小本さん、これがホームランバッターの打球ですか。もう打った瞬間ですよね。はい、いやちょっと当たりすぎたのかなと思うぐらいだったけど、ぐらいでしかありますね。あ、そして今成とおどけたポーズご覧いただきましょう。まんまん中、うわー、もうベストの場所で打ってますちょうどバットのね、上半分といいますか、ノーマークでしたしね、ですよね。あ、マートン捉えた当たり、左中間一直線、発球伸びていって入りました。ゴメスだけじゃないんだ、俺もいるんだ、マートン、ゴメス、ゴメス、マートン、アベックアーチ共演です。甲子園球場ファンは7連勝を信じて疑いません。さらに2点追加、5対1としました。まるであの4月のマートンを見るかのような7月夏場のバッティングになってきました。さん、うん、GM 法と言ったらいいのか MG 法と言ったらいいのか、福本さんがおっしゃったように両外国人ね、ちょっとこう来ましたね、来ましたね、またね、いや
マートもタイムを取りました。狙いは外ですか。私は外の方がいいと思いますよね。153キロあの153キロのねアウトローでしょ。あれはもう手出ませんね。まあ言えばね、あそこに3つ来たらもうごめんなさいまあ打っても前に飛びませんよ。7回裏マート